ございます。今日は、大峰山脈奥掛道釈迦ヶ岳に今から登ります。うわ、もう綺麗、見てこれ、うわすごいね。もう綺麗やねんけど、天気もいいし、ほら。ちょっと岩っぽいな。いけるか。うわ、なんかもうチラチラ見えてるのがもう綺麗やもん。ええな。いいよな。奈良県大峰奥掛道、日本200名山。釈迦ヶ岳に登ります。標高は1800メートル。不登登山口から山頂に立つ釈迦如来像を目指して登っていきます。なんか木が、えらいなあ、歴史感じる木やな。あ、案内板見えてきた。釈迦ヶ岳。あ、はしご。はしご。あ、もう一個か。もうちょっとで尾根出るかな。ちょっと急やな。うわ、一緒落ちた、一緒落ちた。よいしょ。よっしゃ、尾根出た。ああ、ね、ここまっすぐ行ったら危ない。あれちゃうの？藤原だけで私らがトウモロコシって言ってたやっちゃうの。なあ、トウモロコシ、バイケイソ、バイケイソやったっけ。バイケイソいうんか、そんなような名前やったと思う。トウモロコシじゃなかったよ、バイケイソやった。この尖った山、あれ大日だっけ。 あれ大日だっけな。目立つね、やっぱり。そうやな、すごいね。すごいな、あんなに尖ってんねや。次が吉田の森って書いてるわ。古田ちゃうの。あ、古田か。古田やろ。古田、ほんまや、古田や。尾根道綺麗やな。うん、別世界やな。こっちの方の道は、あの、不登登山口の方から来ました。あ、ここが合流や。あ、合流地点。こっちから合流。うん、不動木屋谷林道。
おお、すごいな。おお、見えてきた。岩っぽいやん。あれやろ、ピョコって見えてる。あれが釈迦ヶ岳。釈迦ヶ岳や。距離あるな。うん。クータンの森。森、ここで1618メートル。よいしょ。お、次は森。上辺り。うん。戦場平。どれどれどれ。あ、え、木のこと？違う、ここら辺が戦場平。戦場平。うん。あ、そうなんや。ここが戦場平。うん。釈迦ヶ岳。もうすぐ。うん、もうすぐだな。どうかな。あ、鹿。鹿おった。鹿さんおる、鹿さん。見えるかな。ちょっと遠いな。走ってき、走ってき。走ってたしか逃げるやん。あ、水って書いてる。ここ、あ、ほんまや。あっこやな。あれが隠し水ちゃう。うん、ここであれやな、水分補給。どっからしてもええんやろ。そうやな。まあそういう感じやな。まあ上に向かえば。まあ。ほんでルート外しとんねんな。なあ、そやろ。かかったけど、よいしょ。おほ、見えてきたんちゃう？マジで？あ、山頂の釈迦如来像が見えてきました。やった。わあ、来た。来た。こんにちは。お疲れ様です。山頂の釈迦如来像を到着しました。よし、あった、うん、わー、綺麗。すごいすごい、わー、すごい、わー、綺麗。いや、もう落ちたらあかんで、うん、落ちないよ。
それはすごいね。うわー綺麗やな、うん、すごいわ、綺麗綺麗、素晴らしい、すごいね、うん、でも虫がちょっと、大きいな、うん、あ、せやだ、これのお釈迦さんを3分割して運んできてんで、うん、分割されてるね、どっかで、うん、重いで、でもこれ分割したって、なんか膝のあたり分割してんな、うん、今帰り道なんですけど、あの不当登山口をピストンで帰ってるんですけど、もう全部が帰りの下山中もこの綺麗な景色を見ながら帰れる、とてもいい山だと思いました。帰りましょう、うん。